よしよし。こいつら俺の獲物だ。あげろ。せーの。どうだ、井の頭公園の水はうまいだろう。ああ、殺さないでよ鬼塚先生。心配すんな、殺しはしねえよ。まだ又先と火炙りとサンドバッグ地獄が残ってんだからよ。あんた先行だろ。だったらこんなひどいこと教え子にできるわけ。甘えんじゃねえよ。先行先行ってよ、都合のいい時ばっか生徒になりやがって。なめんじゃねえぞてめえら。教師だって人間だよ。ムカつく時もありゃ切れる時もあるんだよ。ああ、それに俺はまだ教師でもねえしよ。よう、垣根一回取っ払ってみねえか。なに、ホームシックかい？イエス、アイアン。ジャパンに来てからもう2年。可愛い息子とセクシーな妻とどうしてるかと思うと。いたの、バカー！ノー！いやー！ノー！エクセルさん、もう一回もう一回。やりすぎてないですか。そんなに弱げでどうすんの。本当に息子が可愛いなら、妻がセクシーなら、二人のために汗水垂れ流して働くのがマブの愛でしょ。ビートの図鑑。マブの愛。そう、弱音は心のおしゃれ小箱にしまっておきましょう。そして今はレッツワーキング。それが我らバイトの生きる道。エクセルさん、私滝涙女王です。行くぞペドロ。はい、エクセさん。ゲレージェー、ジョントラボー。一体どうなってんだ。このままじゃ本当にこの卓球部は解散だ。解散させるべきだ。前のは変態、伊沢は明日の女王オタク、田中はむっつりスケベ、我が稲穂中学卓球部はろくでもないやつばかりだ。私が顧問をしている女子卓球部でも甚だ迷惑している。なるほど、ごもっともですな。しかし部長の武田は真面目です。それに副部長の木下は女生徒たちに人気があります。しかも昨年は地区大会で優勝を果たしております。それで、だったら今度の大会でも優勝することですな。そうすれば考え直してもいいですよ。そうだそうだ。もちろんですとも、もちろんですとも。あ、先生お茶いかがですか。あ、競馬新聞買ってきましょうか。はい、固めのやつね。このままじゃ卓球部は芝の赤い稲妻と呼ばれた俺に逆らうのか。うるさいわね。うやー、父さんも母さんもやめい。喧嘩は外でしてって言ってるでしょ。朝っぱらからソーセージだかなんだかにデレッとしよって。ソーサーよ、ディックソーサー。何度言えば覚えるの。今この芝一のスーパースターよ。歌って戦えるアーティスト。こんなもん、こうした。スライムが湧く。ふんだ、お前の母さんパープリン。誰がパープリンですか。ミンクも許してあげて。父さんあれで焼いてるのよ。焼いてる。ほら、父さんも一応昔名のある剣士だったでしょ。それは木星の向こう側からやってきた。敵はまっすぐに火星に向かっています。大気圏突入後、予想到達地点
敵の目的が侵略であることは明白である。奴を火星に降ろしてはならん。各艦、射程に入ったら撃ちまくれ。敵なおも前進。有効射程到達まであと20秒。重力破壊。多数の機動兵器射出。レーザー一斉発射。